ロママンンと海洋ファンタジーーをテーマにしている上別駅より徒歩約5分北海道最大の水族館を開設する構想を実現するため、り別市が中心になって、り別市内の企業42社が出資して運営主体となる第三セクター会社を設立し、総事業費約73億円を投じて1990年7月20日に、 開業したのが始まりである。中央にシンボルでもあるニクス女王が置かれており、このモデルは北欧デンマークのイエス工場である。城の内部は海洋ファンタジー館となっており、巨大な水槽があり数多くの魚たちを見ることができる。城の周りには北欧風の建物が並んでおり、お土産屋やイルカアシカペンギンショーなどをやっている。 開業当初の1ヶ月で約23万人の入館者があり、開業2年間は年間60万人以上の入館者を集めていた。しかし、開業3年目以降はバブル崩壊による景気低迷や開業人気の白落などが重なって入館者が年間40万人だへ急速に落ち込み、開業2年目まで並みの年間約60万人の 集客を前提としていたため赤字へ転落することになった。そのため、1997年には第三セクターの運営に参画していた民間企業が事実上撤退し、り別市が事実上丸が返する状況に陥った。その結果、運営母体となっていた。 北海道マリンパークは2001年1月時点で約40.3億円の累積債務等を抱えて経営危機に陥り2001年1月18日に上別市とカモリ観光北海道マリンパークの3社の間で経営改善策について基本合意して覚書に調印しマリンパークの経営権をカモリ観光へ譲渡することとなったこの再検索で 上別り市が所有していた持ち株25%を無償状として、カモリ観光が筆頭株主となり、北海道マリーンパークは第三セクターから民間企業となった。そして、上別り市が当園の建物を約8億円で買収した上で10年間が無償で対応することで、これによって、上別り市は固定資産税の納入を実質的に免除する形になり、 北海道マリーンパークは固定資産税と建物の減価償却費の負担がなくなることになった。また、当時抱えていた有利支付債約37億円のうち最大の債権者となっていた清水建設系列の清水武道産に約27億円の債権をしに無償状とする要依頼するとともに、 残りの約10億円のうち約8億円は戦術した登別市が当園の建物を買収したことで解消され、有利子負債のほとんどが実質的に免除された。カモリ観光の参加に入った後、当園は入館者を年間25万人から30万人と見込んで、その水準で採算が取れるように従業員の削減を図り、開業時に正社員100人以上で、 約200人のアルバイトという人業だったものを2012年7月時点で正社員28人以上で約50人のアルバイトと各々約4分の1に削減して経費圧縮を図ったまた調理師による手作り感のある料理を導入することで食事の印象を改善するとともに海外からの外国人客の集客を増やして入館者の 約34%までその比率を引き上げるなどして、売上げの拡大と安定化を図った。このように、上別市が主導して進めた、有利支付債と固定資産税、建物の減価償却費の事実上の免除に、かもり観光が主導して進めた、経費圧縮や売上げの拡大などが、相乗効果を発揮して2006年からは、単年度黒字へ転換し、 累積赤字を10分の1の約0.5億円まで削減した。園内には、欧風の手回しオルガンの音楽が流れて、異国情緒が感じられる。日本動物園水族館協会の繁殖賞を受賞した生物は以下の通りである。ABCDEFGH、上別市とカモリ観光が記者会見し、北海道マリンパークの再検索を示す。 室蘭民法。ABCDFGHIJKLMNOPQ e マリコマサト。上り別マリンパークの経営順調。累積赤字10分の1に削減。室蘭民法 ABCD。上り別マリンパークオープン。北海道新聞。全道一の水族館目指す上り別の道マリンパーク。北海道新聞。AB。 北欧風水族館登り別マリンパーク来月20日オープン。北海道新聞 AB。AB 爆発北海道観光課。北海道新聞。波動民間撤退の登り別マリンパークニクス経営手腕とあれる資源賞続く入場者新オーナー探しも。北海道新聞。登り別市観光課。観光イベント情報室蘭民放ニュース。 登り別、ワクワク広場開幕、多くの来場者で大賑わい。ありがとうございます。